大家ネットの平林昇です。今回ですね、アパート賃貸業の広告っていうことでですね、お話をさせていただきたいと思います。この大家ネットっていう立場からするとですね、いわゆるこのクライアントっていうのか、お客さんはですね、アパート大家さんになるわけなんですね。ですから私どもはアパート大家さんに対して、いわゆるこの何ですかね、こういうメリットがありますよっていう、こういうお話を、例えばこういう音声メッセージとかですね、あるいはこのホームページでってやってるわけなんですね。でこれが広告活動ってことになるわけなんですね。でこのアパート大家さんっていう立場になるとですね、今度このいわゆるお客さんに当たる人たちが一般ユーザーっていうのが借り手側になるわけなんですね。でこのアパート大家さんは一体借り手側に一体どういうメリットを提供できるか、これがですね、いわゆるこの商品ってことになるわけです。商品力ってことになるわけなんですね。でこのことをですね、例えば従来でしたら本当に空室がありますよ、空き室がありますよっていうメッセージでですね、埋まった時代はそれで良かったんですね。ですけどこれからどんどん物余りの時代になって、借り手側がどんどん少なくなった時にですね、いわゆるその借り手側にですね、従来とは違ったメリットっていうんですかね、いわゆるそのただ単にこの空間を使ってほしいって話だけじゃなくてですね、この使い勝手っていうんですかね、いわゆるどういうメリットを提供できるか、どういうメリットがあるっていうことをですね、いわゆるこのアパート大家さんが、いわゆるなんですかね、自分の商品化ってものをですね、いわゆる意識的にしなければいけない時代に入ったっていうことかと思うんですね。例えば従来のいわゆるこのグレーゾーンに当たる部分ですね、例えばこの契約の仕方とかですね、いわゆるその条件とかですね、でそういうものがいわゆるこの借り手側にマッチされている状況になっているのかとかですね、あるいはこの部屋そのものとかですね、あるいは実際にこの家具付きとかですね、いわゆるキッチン付きとかですね、いろんな意味でこの従来とは違ったこのメリットってもつけながら、いわゆる他者っていうんですかね、いわゆる差別化をするその努力っていうものがですね、本当に求められてるってことなんですね。これがその広告のいわゆるこの売り物になっていくっていうことなんですね。でこのことがですね、これからますますいわゆる重要ごとになるっていうことかと思うんですね。ですからもう本当に自分のいわゆるアパートはですね、自分で経営せざるを得ない、自分でいわゆるこの売っていかざるを得ないっていう時代に入ってるっていうことだと思うんですね。ですから特にこれからアパート大家さんがですね、自分の商品をどういう切り口でどういうふうに売っていくかってことはですね、もう本当になんていうんですかね、仕事をやってる限りこれはもう考え続けていかなければいけない問題かと思うんですね。でこれをいわゆるメディアに載せるっていうのがこの広告っていうことになるわけなんですね。ですから例えばアパート大家さんがアパートをいわゆる貸せる仕方とですね、あるいはこの代理店がですね、いわゆる中間業者がですね、いわゆるアパートをいわゆる貸せる、いわゆる貸せ方とですね、少なくともこの内容がどんどん乖離していく。アパート大家さんは自分のアパートを売っていかなきゃいけないですね。で仲介の人たちはいわゆる売りやすいものからどんどん売っていけばいいわけなんですね。ですからますますこのアパート大家さんが自分のそのいわゆるアパートを売る力ってものを持たない限りですね、いわゆるこの物余り、いわゆるお客さんがどんどん減っていく、こういういわゆるこの激化されたですね、いわゆるこの条件の中でこのアパート経営ってものをこの全うしていくにあたってはですね、いわゆる自分のアパートを自分で売る力で、それをいわゆるプロモーションしていく、自分で売っていく力、これがまさしくですね、この広告の活動であったり、あるいは実際もう広告がその販売に直結するいわゆる仕組みであるわけなんですね。特にこのホームページでもそういうことなんですね。ですからこのいわゆる使い勝手ってものをですね、いわゆるその自分のメディアで自分の販路を作る、まさしくですね、もう広告ってよりも本当にお店を作るっていう、こういう考え方でですね、いわゆるこの広告活動ってものを見た方がいい時代に入ったんじゃないか、そういうお話なんですね。